にちは、萩原凛です。今僕はですね、こちら秋葉原の万世橋交差点のところに来てます。いよいよですね、日本三大祭りの一つ、神田祭りが開催されることになりました。約ね、4年ぶりの開催なんですよね。前回は、震災の影響で一回中止になってるんですね。それでですね、見どころとしては、5月の12日、12時半ぐらいからですね、ここ、中央通りにですね、約100基ぐらい、みこしが集まります。集まってから、その後に宮入りがあるんですけど、これがね、迫力があるんですよ。そこはね、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてですね、僕もですね、実は町会なのでお手伝いをします。家族総出でお手伝いをするので、5月12日の日は板金は休みになるんですけれども、嫁さんの方は、子供みこしとかね、そういうののこうお手伝いをしたりとか、そういうことをします。それで僕はですね、万世橋町会に所属してるんですけども、おそらくそのみこしも、多分この辺だと思うんですけどね、この辺、先頭あたりに来ると思うので、ぜひお近くの方はこの神田祭りぜひ見てみてください。4年ぶりですからね、かなり盛り上がると思います。ちょっとね、密書の方も見てみたいと思います。はい、ここがですね、万世橋町会の密書になります。これがですね、みこしですね。ここから、まあ、スタートなんです。ここがですね、ちょうど秋葉原の駅前です。駅前のところなので、僕もね、多分この辺りにうろうろしてると思うんで、もし近くの方はぜひお越しください。はい、ということでですね、秋葉原駅前のこの万世橋町会ですね、僕の町会です。はい、ここからお送りいたしました。ではまた。